クマラボチャンネルの主、マスタークマです。今回紹介するルアーはこれ。ゴダクレイのペンシルペンギンになります。はい、まんまですね。ペンギン型の形をしたね、ペンシルベイトになります。で、ちょっとね、形を、ほら、いいですかね。ほら。こんな感じで。かわいいですね。はい。こんな感じ。ですね。で、こういうですね、ファンシー系のルアーっていうのは、それこそね、バスバブル時代があった頃ですから、90年代から、それから2000年代頭にかけてはね、割とね、各メーカーさん、このゴダクレさんを筆頭として出してたんですね。で、そういう専門の、ブランドもありましたけど、現状絶滅してます。で、これはなぜかと言いますと、これどんなジャンルでもブームを迎えた時に起こりうることなんですけど、まずですね、まあ音楽でも何でもいいです。ブームを迎えると、そのジャンルそのもののいいやつっていうのが当然人気が出るわけですね。で、その人気が元になって、そのジャンル自体にブームっていうのが起きるんですけど、ブームが深まっていきますと、各メーカーさんね、いろんなメーカーさんが参入してくるわけです。それまで釣り業界、にいなかったメーカーさんとかも参入してくるわけです。で、そうすると、レベルの低いものとか、そういうのも出回ってくるんですね。で、そうじゃなくても、差別化っていうのを各メーカーさんが測ってくるわけです。A 社のはこうだけど、ね、うちのはこう。B 社のはこういう風になってるけど、うちのはこうなってるとかね。他のメーカーさんと違った形のものっていうのを出すわけです。で、それが最初はサイズだったりとか、カラーリングだったりとか、動きとかね、そういう本質的なところでね、競うんですけど、だんだんそういうところで差別化を図らなくなると、違ったところに差別化を求めるようになるんですね。例えば、そうですね、80年代終わりぐらいからバンドブームっていうのがあったわけです。で、今のね、若い方はちょっとわからないかもしれないですけど、それこそね、いろんなバンドが出てきたわけですね。このバンドブームのきっかけになったっていうのはね、これは若い方からでもご存知なのかもしれませんけど、ボーイってバンドがきっかけになって、このバンドブームっていうのが起きたわけなんですけども、その時ね、音楽性とか、ビジュアルとかの差別化っていうのをずっと各メーカーやってきて、最後の最後で年齢になったんですね。例えばこのバンドのメンバーは全員17歳ですとか、そういうところまでたどり着いちゃったわけです。で、すいませんね、話がちょっと脱線しましたけど、で、ルアー業界でも、そのバンド、失礼、ルアー、バスブームの時にね、そういうことが起きたわけです。で、各社いろんなことをやって、たどり着いたのがキャラクターもののルアーとかね、このファンシー系のルアーとか、そういうところにたどり着いたわけです。で、ブームが終わって、一定数ね、当たり前の数ですね。釣りを本当にブームじゃなくても楽しんでるような、方たちの人数になると、一番先に切り捨てられるのが差別化を図りすぎたものなんですね。そういったところでね、切り捨てられたのがこのファンシー系とかキャラクターものなわけです。で、それは、今でもね、トップ系のルアーっていうのは割とキャラクターものまではいきませんけども、変わった形ですね。のトッププラグとして生き残ってるわけですけども、このファンシー系、つまり可愛い系のルアーっていうのはもうほとんど見かけなってるわけですね。で、話をね、大元のルアーの説明に戻しますけども、その、このルアーですね、決して能力として劣ってるわけではないです。この短めの形でバランスをわざと崩してるんですね。で、先端のラインの愛の前にあるくちばしもこれね、一種のスタビライザー的な役割を果たしているわけです。で、バランスを崩しつつも、このスタビライザーでバランスをとって、ちょこちょこね、お辞儀を繰り返すような、この短いね、差を利用した動きをするように仕上げているわけです。で、このゴダクレイさんってルアーはこれ、以前もね、ルアー、このメーカーさんのルアーを説明した時にも説明しましたけど、もともとが、釣りのね、お店の方がデザイナーやられてますんで、本質的には、
動かないルアーとかは作らないわけです。だから本質的にルアーとして役に立つ、そこにプラスアルファでこういったものを付け加えたわけですね。で、これがね、図らずしも本質の部分とはかけ離れたビジュアルでのね、勝負をするようなところにね、スタートするきっかけを作ってしまったわけなんですけども、ゴダクレイのルアーね、見かけは可愛いけど、これ意外に実力者のルアーが多いです。もちろんね、こういうファンシー系じゃないルアーも多数出してますんで、もしね、中古屋でゴダクレイのルアーを見る機会があったら、一度お手に取ってみてはどうでしょうか。もちろんね、このペンギン、ペンシルペンギンもですね、私としては小型、ペンシルベートとしてはおすすめの一品の一つとはなります。ではね、今回はここまでにしたいと思います。次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみください。では今回はここまで。